で20話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということで今回タイトル必要な殺しでさあね、何怖いよ。必要な殺しって何。フリーレンさ、やるときやるのよ。この作品優しいだけじゃない。かっこいいときはかっこいいし、そしてやるときはやる。それが悪い方向でね、あの味方陣営になんか起きないでほしいなっていう風に思う、そんな怖いタイトルです。はい、ということで早速やっていきましょう。グッド押しましたね。グッドボタンめっちゃ大事なんで、あのガッツリとグッドボタン押していただけると幸いでございます。で、意外とチャンネル登録ね、あの見てるんだけどしてなかったみたいなパターンあるんで、よろしく。さあ、ということで見ていきますよ。レッツゴー。ジャギンジャギン、スパーンスパーン。おお、やってるやってるやってる。出た、ひそか。もう名前ひそかに変わったよ。おお、お、すげえな。これ演出いいね。シャンシャン。おそらくは物体を切り裂く魔法。おお。見えないね、あっちは。単純な部類だが、軌道が見えない。何もしないように見えるな。ノーモーション、やば。すべてを防ぐのは無理だ。おお。どうした？追撃しねえのか？少し暴れすぎたかな。おお。そうだ。だいぶ。お前の魔法の射程は5メートルくらいだろ。だいぶ暴れたな。5メートルで、どうする？5メートルだけに5メートル。また基礎的な魔法で殴り合うの？いや、その必要はねえ。あいつが使うのは品性のまるでない勝つための卑怯な魔法。はいはい、前回のね。今リアルと戦ってる子、多分殺されちゃうわよ。うーん、殺し。ではでそれ撃つ。ではでいきなりそれ撃つ。やば。やば。いや、エグすぎ。この数の攻撃魔法を一度に操るなんて。エグすぎ。力技、馬鹿じゃないの。品性のかけらもない。おお、まさに品性待たれたな。吐ききれない。うわー、マジで。やば。ここで離脱、やば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 。すごい展開だね。やば。マジか。なんかさ、でも今のスタートの戦いいいっすね。あのひそかちゃんとの、ひそかちゃん言うなって感じなんだけど、本当にね、いい組み合わせ。なんか夢のマッチがいきなり実現してるみたいなさ、ひそかとクロロの戦いみたいな。またひそかかよっていうね。でもそんな感じわかる。うん、まだこの2人のことはそんなに知らないしね、全然知らないんだけど、でもなんかね、あのすでにこう神マッチ感を感じるんだよ。もっと先でやるようなものがもう見れてるみたいなね。はい。そして俺はこの曲のね、サビが大好きなんですよ。はい。あお。すごく良い。すごく良い。いいな。いや、マジでいい曲だよね、本当に。最初の曲も良かったけど、これもめっちゃいいわ。超クール。Oh yeah! いいね。自然と笑顔になる。で、これ音楽今流してなかったからね。あの同時視聴の方は流れてますみたいな、そんなノリです。こんにちは。ここからは聞こえます。おお、おー、なんか発動した。おいや、ギャってこう閉まる感じじゃないのね。拘束する。ここの魔力も操作できないの。おお、強力な拘束魔法か。拘束だ。こんなのがあるんなら自力でシティレ捕まえればいいじゃん。確かに、シティレが見つけられなければ無用の長物か。確かに。俺の魔法は目に収めた奴の動きを封じる魔法だ。やべえな。俺がお前から目をそらさない限り、お前は動けない。うわ、すげえ。その状態のお前なら簡単に殺すことができる。わお。しかもこいつ手加減していたの。おお。本当に殺すつもりなら、あの奇襲段階で動きを封じていたはずだ。確かに、見ただけでいいもんね。ラストチャンスだ。おい。シュティレを置いて失せろ。
めっちゃいいやつやん。なんだつまらない。オープニングで出てるけどな、できると思ったのに。いい感じ感、妹ちゃんみたいな。戻しとることが目的か。乗せて。待って、なんでそんなこと命令する必要あるの。動けなくなった私からシティレを奪えばいいじゃん。やっぱいいやつだ。あー投げた、鳥投げんない。あやばい、目をそらした。なんてやつ、優しさに気づいてもなお特攻する。視界に全身を収めてないと無理なのか。まあ当然か。他人数相手に使わないわけだ。目を狙いやがったな。ああ、怖っ。いいよ、俺がお前の立場だったら殺すために首を狙う。それで戦いは終わりだからな。うお、お前にはそれができたはずだ。こいつらいい組み合わせやぞ。戦場でも同じようなことをした奴らはいたぜ。そいつらは全員殺しを楽しむ変態だった。お前はここで殺しておくべきだな。女子供を殺したことあるの？ほう。ねえと思ったのか。ふん。どんな地獄を見てきたの？時間稼ぎか？いいだろ。乗ってやるよ。いいの？もうやめてよ。やめてよ。対魔族専門の傭兵だが、有事には国同士の戦争にだって動員される。うん、人ってのは人の弱い部分をよく知ってる。戦争に女子供を駆り出すなんて悪魔の所業は珍しいことでも何でもねえ。地獄なんかじゃない、北の果てじゃ日常だ。そう、もういいよ。諦めか？この間が怖い。殺さないの？私はね、その人が得意とする魔法は人生や人間性に大きく関わっていると思っている。うん。相手の動きを封じるこの魔法はまるで、殺すまでの猶予を欲しがってるみたいだ。そっか。時間稼ぎに乗ったのもそのためか。驚いたよ。とうに両手は血で染まっているのに、まだ人間でありたいと思っているんだ。はあ。そうだ。殺したことはあるが。覚悟のための時間だ。そうか、必要な殺し、必要ならば。俺はためらい臆することはあっても、必要な殺しは全部やってきたぜ。うわ、そういうことだ、そういうことだ。いいやつだ、ジョーちゃん。いや、動かないでください。うわー、わー、頼む、死ぬなよ。エーレがやられたのかよ。全く気配がしなかった。すごいね、すごいね。魔力を完全に消せんのか。シティレを捕らえたのはお前だな。運が良かっただけだよ。偶然シティレのねぐらを見つけて、その子は鳥を捕まえる魔法を師匠から教わっていた。あんたは何でも捕まえられるのに、よっぽど運が悪かったみたいだね。あー怖い。全くだぜ、ついてね。怖い。エーレと戦っていたな。あいつはどうした？殺しました。マジで、マジで。第一次試験の合格条件は今日の日没までにシティレを保有していることと、マシノスケ全員揃っていること。うわー、俺たちの負けだな。うわー、私を殺すんじゃなかったの？不合格が確定したんだ。もう不要な殺しだ。うわー、えぐ、マジでやったの？嘘やろ。背中を狙ったって構わないぜ。不要な殺しが必要な殺しに戻るだけだ。いや、かっこいいな。分かってるよ。さすがに殺さんべや。嘘やろ。フェルン嘘ついてるべ。嘘上手じゃん。だよね、よかった。ランド様の援護に向かいましょう。よかった、よかった。大丈夫でしょう。よかった。あのメガネ君、相当な食わせ物だよ。よー、こっちはこっちで。てかみんな強えな、本当に。え、超かっこいい戦いだったわ、マジで。あいつ好きやわ。めっちゃ好きやわ。できるなら殺したくない。おお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 
すごいね、これ。鋼鉄に変えた無数の花弁を正確に操って花弁をかいくぐった花の弁、うんこ。でもこれ我流でしょ。我流の人って基礎がおろそかになっていることが多いんだよね。花弁ってなんやね。僕は花のうんこで知らない相手と戦う前に必ず様子見をするようにしている。お君の弱点はよく分かったよ。多分僕の勝ちだ。饒舌だな。ああ、花潰されてどう勝つつもりだ。降伏しないのなら次は首を切り落とす。うわ、これは戦う前の様子見なんだって。こいつやべえな。君魔力探知苦手でしょ。うわ、ダブルダブル、ひそかからのハンター狙い。実体はあるから正確にカストロの分身かな。うわ、いやいや、死んではないよな、気絶な。最初からだよ。うわ、かっこよ。始まった時から。そんな。僕は他人を信じていないからね。かっこよ。食わせもんだね。あ、いやー、いいキャラしかおらんな。殺しただ。なあ。そんな。平然と嘘つきやがって。おい、起きろエレ。いいっすね。魔力切れかよ。だっせな。かっこいいわ。魔法学校の首席だろ。一般攻撃魔法の物量で押し切られたわ。裁ききれなかった。信じてないでしょ。ふん。いいや。うわ、信じねえ。正面から戦いやがって。すごっ。お前なら勝てねえ勝負じゃなかったはずだ。だが一般攻撃魔法だけでこれほどの芸当ができるとしたら、あの女は相当な化け物だな。化け物、いいね。いやー、シャルフと合流する。熱い。待ってよ、歩けないんだけど。仕方ねえな。うおー、ちょっと物みたいに運ぶつもり。おんぶして。うわ、してあげるんだ。やっぱ俺カレー好きやわ。やば、こんなこと。やば、いや、トップクラスに好きや。やっぱ好き、めっちゃ好き、めっちゃ好き。おい、シャルフ、エレを運ぶの手伝って。え、これがオッピー。なんかいい感じに寝とんな。かわいそう、泣いてるがな。おんぶしてくれ。はっ、しびれて動け。そこはね、そこは女の子はいいけど。マジで何なんだよ。いや、いいな、好きやわ。彼ほんとトップクラスに好き。いいキャラ多い。結界の外で雨が降り始めたんだ。まるで俺の今の心境だぜ。あと 2,3 時間もすれば日没。第一次試験終了だ。面白。戦闘不能2名。こんな状況じゃ知ってればもう奪えねえ。俺たちの不合格は確定なんだ。まあ状況的にな。それなのに私たちを助けてくれるんだ。優しいのね。ここでお前らを捨ててってもいいんだぜ。見捨てないで。見捨てないで。男だろ。お兄ちゃんや。優しさがあなたが魔族と戦う理由なのかしら。おお、おお。あなたは私の村も救ってくれたわ。バカが。優しさなんかで命張れるか。人間は欲望のために戦うんだよ。いや、いいな。俺の場合は下心だ。故郷に好きなやつがいたんだよ。おお、いたんだ。今からちょうど29年前。いた。北側諸国の魔族の動きが活発化して、そいつは一家揃って中央に逃げていっちまった。若いな、30何歩って感じか。俺はバカなガキでな。35くらいか。つけちまったんだ。クソったれな魔族どもは俺が全員ぶっ殺してやる。だからその時はこの村に帰ってこい。そっかそっか。4つか5つのガキの頃の話だ。おお。もう顔も名前も覚えちゃいねえ。これオピーの様子？女の子連れてたの。バカみたい。いや、いいなぁ、めっちゃ彼好き、ほんと好き。めっちゃ好きで、裏かわいそうやな。帰ろうかな。来ないよ、秘伝だよな。私のおじいちゃん紹介しようか。一級魔法使いだから、リクロで。ね、ビアベル。お、どうした？トリッピーか？あれ？トリッピーだ！見ただけで捕まえれる。シャッと。来た！うおー！いいことすれば、いいことがある。ふざけやがって。今までの苦労は何だったんだ。月が回ってくんのが遅すぎたよ。いやー、いい、いい、もう好き。すごくこの作品好きよ。で、強そうなんだよな。エイレン、
さっきから何もしてこないけど。おう。おお。エルフか。裏取り。優秀な魔法使いだな。おお、一目で。の魔法なぞ、一度見せれば二度は通じんだろう。おお。その一度で十分。これは殺し合いではない。おお。お、消えた。消えた。フリーレン、シティレが。おいや。おいや。おいや。は？何？面白い魔法だ。何魔法あれ？瞬間移動？いや、鳥普通にいる。普通に鳥っぴいる。おお！現れた。結果は雨でも快適だな。そういえば第二次試験の試験官はお前だったな。全然。全然。今回も有望な受験者を何人も死なせたみたいじゃないか。魔力どうなってんだ？笑わせる。魔力オフにしてんのか。有望なやつはこの程度ではしないよ。瞬間移動したのに。一級魔法使いにはそれだけの価値がある。お前もそれは分かっているはずだ。それにしても人が悪い。魔法使いの試験に魔力探知が通用しない獲物を選ぶだなんて。確かに。捕まえられるかどうかは運任せ。これは争奪戦に見せかけた対人戦だ。最後なら運なら目の前に鳥は。運の実力のうちだ。それに運以外でシティレを捕まえた連中もいるようだ。もう知ってるね。あと3時間で日没だ。激化するぞ対人戦が。視聴者的にはありがたいけどな。3分の1は残るだろう。その中に電源は確実にいる。奴の実力は一級魔法使いと比べても遜色はない。だが相手が電力にしか興味のない状態が。なんで今さらこんな試験に。目的はやっぱり特権。盛り上がる な, な。あの爺さんももう年だ。思うところでもあるのだろうさ。ねえ、今の子が使った魔法ってさ、ジルベーアでしょ。南側諸国の山岳民族に伝わる民間魔法だ。分かってる。当然そうだ。ジルベーアって高速で移動する魔法。ははあ。二人はそのまま隠れていた方が良かったと思うよ。あの子だけシュティレを持って逃げればいい。ラウフェンはまだ未熟者でな。魔力の痕跡を残しすぎた。お前なら容易に追跡できるはずだ、フリーレン。おお。現にお前はわしらを煩わしく思っておる。まあね。おお。私のこと知っているんだ。分かった上で。わしらの世代でその名を知らぬ魔法使いなどいない。直接この目で見るのは初めてだが、一目見て確信した。お前は勇者一行の魔法使い、フリーレンだ。有名なの？伝説的な魔法使いだ。もしかしたらとは思っていたが。有名なの？ってマジで年取らねえんだな。結局堂々と挑んでくるんだ。私たちのことをずっと嗅ぎ回っていたでしょ。もっと卑怯な手で来るかと思っていた。うお！いや、十分卑怯さ。電剣がお前の足止めをしている間に、俺がそっちのガキ二人どちらかを殺す。うわ。なるほど。パーティーメンバーが欠けて合格条件を満たせなくなれば強制終了。こっちは引かざるを得ないわけだ。面白い。やってみろよ。いや、よくないな。こいつ強いよ。知ってるよ。やめろリヒター。わしらは足止めができればそれでいい。勝てる勝負だ。電剣、俺はあんたはもっと無慈悲で冷徹な人間だと思っていたんだがな。怖っ。神聖魔法使いだろ。超怖い。戦績を消したことだって一度や二度じゃないはずだ。ほう。一級魔法使いに人死にの価値があるとは思えんだけど。それだけは同意見かな。一級魔法使いなんてただの称号だ。それほどの価値があるとは思えない。ほう。呆れたものだな。まさか特権も知らずに試験に挑んだのか。特権とは。半世紀以上前に突如として歴史の表舞台に現れ、人類の魔法使いの頂点に君臨した大陸魔法協会の創始者、大魔法使いゼーリエは、魔王軍との長い戦火の時代の洗練された魔法使いを未だに追い求めている。ほう。だから彼女は一級魔法使いの座についた者に特権を与えることを約束した。
女の子なんだこれ。 OP のね、兄ちゃんかと思ったわ。望んだ魔法を授けるとな。姉ちゃんなんだ。へえ。ゼリエは人類の歴史上のほぼ全ての魔法を網羅する生ける魔導書。化け物や。この地上で全知全能の女神様に最も近い魔法使いだ。なんか悪者感あるからな。富を得ることも、大病を癒すことも、絶大な力を手に入れることだってできる。望んだ魔法が授けられるということは、魔法使いにとって願いが叶うに等しいことだ。かっこいいな。人ってのは単純でな。おかげで今や一級魔法使いは人外を疑うほどの化け物揃いだ。それほどの価値があるんだよ。そう。バカバカしい。伝剣、あんたみたいに特権なんてどうでもいいって方が少数派だ。はじめ。まだもや。そいつを一分足止めしろ。それだけあれば二人とも殺せる。何度も言わせるな、リヒター。たかがガキ二人だ。たった三時間寝かしつけるだけ、ガキの重りくらいできるだろう。伝剣。かっこいいね。こいつはわしが叩き潰す。それでよかろう。おいぼれが。バルグラント。勝手すんの？勝手すんの？やはり地面が。うおおおお。いや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 、すげえな。いや、地形変えちゃう。あ、こいつ強えな。こいつ強えな。ああああ、無反応。めちゃくちゃやわ。若いやつは血気盛んでいかんな。だいぶいかんな。敬え、そう言いたい。ここで終わんの、やば。やば、ここで終わりか。いや、ここで終わるのずるいな。マジで。いや、でもね、あの前半の戦い良かったよ。すごく良かった。めちゃくちゃ面白かったし、あー、やっぱフリーレンいいキャラしかおらんなっていう。タイトルが怖いんだ。タイトルが怖いんだ。誰か死ぬんじゃねえかっていう。で、常に死の危機があるね。ルール的に。だから仲間殺してしまえば、そのチームは終わりなんで。うん。普通に厄介そうなチームの、まあ、弱いところを狙って潰してしまえば、それだよね。怖いね。だけども、ずっとそれをやらない伝剣。いいですね。なんか、交えたいみたいな感じだろうな。なんか、やってみたいみたいなさ、フリーレンとさ。なんか、いいよ。うん。でなんか言うんだけど、結局は命を大切にしてるっていうね。今回はなんか2つの方面が出たな。命に対してちょっと軽く言ってるところと、命のね重みを感じるところと、そういった別れをね、あの感じるようなキャラたちが出てきてね、それはそれでなんかすごく面白いなっていう風に思いましたけどもね。いや、いいよいいよ、フリーレンすごくいいよ。見るたびにどんどん好きになる、どんどん好きになる。頂点がない、無限。ここでこれないよ、この面白さ。やばいよ。いいね。未熟者の差がありすぎる。勘弁してくれ。分かってる。フリーレン、あのじいさん、魔法の世界では天地がひっくり返ることもある。うえ、いいですね、いいですね。必要な殺しということでね、めちゃくちゃおもろいわ。フリーレン A ですわ。やばいわ。はい、ということでね、明日にでももう次やってくれんかな。遅いんすよ、1週間ってね。毎日とかやれんの無理やな。それぐらいもうこの状況ですでに素晴らしい戦いを見せてもらって、あの、良かったんだよ、すげえ良かったんだけど、次がまた気になるんだよ。おっちゃんめっちゃいいキャラしてんのよ、本当に。伝剣あいつ好きだ、本当好きだ。おで、あのキャラがいいんだよね、あの敬わないね、あの後輩くんと、なんかいいバランスしてんだよな、いいバランスしてんだよ、なんなんだろうね、すごくいいです。はい、ということでね、今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!